ジェジロさんありがとう。おはよう。なんかやばい、全然わかんないや。おはようやで。アベメイさんありがとう。寝ました、しっかり寝ました。ゆきりんさん見てたら寝落ちしました。ゆきりんさんのなんか歌聞いてたら寝落ちしました。今日ただ声入ります。ただ声、ただれ、どっちが正解。おはようございます、お待ちしてますね。おはよう、おはよう。あ、ただれんなんだ、やっぱただいま恋愛中だからただれんなんだ。なんか本当は学校行けるけど早退すればいいんだけど、めんどくさいじゃん。だって今雨降ってるでしょ。雨降ってる、雨の中さ40分かけてさ自転車で学校行ってさ自転車で帰るのめんどくさくない。ハビさん、魚さんありがとう。だからね、今日は休んじゃうよ。31まで20万ポイントいったら何かもらえ、絶対行かないや。絶対に行かない。そう、ただ恋って言ってる方とファンの方も、ただれんって言ってる方もいるし、そう、片道40分もかかるんです。そう、あの3つぐらい山越えないといけなくて。夜もあったらまた寝るし。怠惰な生活。そう、チャリで3つ山越えて、まあ嘘なんだけど、お浜ゆうちゃん、坂さんありがとう。ただ声だと強化って好きになる。いや待って、秩父かよ。秩父バカにしないで。そう、トライアスロンの選手だから。しかもなんか私のカッパ独特だからさ、あんまり着たくないんだよね。そう、電チャリでもなくてギアもついてないの、すごくない？もうなんか中学校1年生の時にその今使ってる自転車買ってずっと使ってます。ひままささんありがとう。ジェンジャーさんありがとう。声ガラッガラすぎない？遅くなったけど昨日室長さんに、お、素晴らしい。私が次回出演するときにめっちゃ増えてたら嬉しいな。通学中にパンクしたこともあるし、もうパンクしても引き返せないから、とりあえず行った。パンクしてもマジで頑張ってこいて、学校は行って、あのさすがに、あ、でも自転車のチェーンが外れた時は、その外れたのがその通学路の40分ある中のちょうど20分の地点で、でも半分歩かなきゃいけなくなって、1時間ぐらい歩きました。駅まで15分電車歩いてから15分歩いて通勤だけど、毎日今日20回お待ってます。いや、頑張ってほしいです。いや、私もね、本当に遠いんですよね。
おはよう。学校がうちに来てよって感じなんですけどね。スイカの種さんありがとう。1回で80分のチャリ、そう、アスリートです。だってめんどくさいのは、あの電車とバスで行くのが、お家早く出なきゃだから。あ、これウサギです。ウサギなんですよ。え、でも最初50分かかったからめっちゃ短縮した方。最初50分かかったの学校まで、でも今は40分。そう、でもクロスバイス行くと怖いしね。そう、カラスの声じゃないの。カラスが、カラスがね、絶滅しちゃったかもしれない。チャリ体型時に好都合だと思うじゃん。普通にいっぱい食べるからね、太ります。なんか私んちの絶対ありえないこと言うけど、私んちの目の前が海なんですよ。だからトンビがいっぱい鳴いてるんです、朝。めっちゃ嘘だけどね、埼玉だから海ないし、埼玉県に住んでるから海ないし。おはよう。チャリ通40分だったから気持ちよくパンクしてそう。そうなの、わかる、わかる、わかる。埼玉に海、そう、朝かな。沼はあれ、なんか汚いな、やだな。埼玉ポーズ、はい。そう、雨だったらカッパでチャリなの。このあもっちさんありがとう。このさ、このなんかさ、メガネのコウモリみたいな、え、ありがとう。Thank you. 何？皆さんおはようやで。そんな、そんないつもさ、なんかエレガントな喋り方してないじゃん。うるさい。さっきも早く起きなさいよみたいな怒られたんだけど、毎朝怒られちゃう。いただいた紅茶にパンケーキ。ママ声作ってるから騙されないで、みんな。ちなみにみかんは2個目。みかんさ、マジ家に余るほどあるからさ、どんどん消費したい。今日持ってこう公園に。シロップあるかな、ちょっと持ってきます。え、メープルとかある？あ、蜂蜜なんじゃない蜂蜜を手に入れた。飛行機の機内食かと思った。いや、蜂蜜があったんで蜂蜜かけます。メープルはありませんでしたね。え、もう蜂蜜ないんだけど、また買わなきゃいけないじゃん。全然出ない。許可を、最悪。おはよう。もう私はね、お貴族さんなんで、もう貴族です。ビクトリア朝の王女様なんで、ご遠慮なく食べたいと思う。でおじさん味とかやらないでよ。てかこれもともとメープル入ってんじゃん。そういえば
プスブルク家。そう、門から、家の門から玄関まで1時間もかかっちゃう。ねえ、今日立川行っちゃうの？いいな、楽しそう。でもたられも楽しいから来て。女王蜂なんかさ、蜂の巣を除去する動画めっちゃ好きでよく見るんだけど、哀れだなって思ってしまう。お埼玉県ハプスブルク市マックの朝マックのパンケーキ食べたことない。朝マック2回ぐらいしかしたことなくて、そもそもなんか、あのむちゃんから電話、何何マサイ頑張れて何がCM 最高だありがとうのんちゃんえ、ゆきたんの初日いつだかは言ってないよね。ありますよみたいに匂わせはしたけどね、近いうちありますよみたいに匂わせはしたけど。キビバーガーなんて飽きるほど食べましたよ。もう5、6回食べましたね今期。このはまだ分かってないですね、把握してないです。朝からフォークなんて配信しなかったら使わないです。ハッピーセットのプチパンケーキも食べたことないかも。今日は17公演は外れちゃいました。あらあら、そうそう、今度の公演で、今度の公演、こら、そう、波動はまたエリちゃんと、うん、三角チョコパイのチョコまた壊した。配信なかったらね、普通に手でちぎって食べちゃう。フライングじゃなくて予言ですからね。これやばいやつになっちゃう。もう配信食べないパンが食べられなかったらポテトを食べればいいでしょって。マリー・アントワネットじゃん。てかマリー・アントワネットもさ、それなんか言ってない説あるよね。なんかその王室を潰す口実にするためにそういう噂が流れたみたい。ああ、なのは聞いたことある。私もそう思う。だって普通にその感性がおかしいもん、そんなこと言ってるんだったら。てかもうそれが嘘だったとしたら、そういうの流す方もだいぶおかしいけどね。ダメダメダメ、言うな言うな、絶対ここで聞いたことは外に漏らしてはいけないんだ。ゆきたにおめでとうってまだ言わないでください。あの本当にダメですからね。もう私の首が飛んでっちゃうよ、そんなこと言ったら。
塩ねえ、口めっちゃプルプルなんです。たくさん希望してほしくないから、本当に私がクビになっちゃうか、本当に。NG。 広報担当。マサル。ああ。首が飛ぶのはやっぱりマリアントネット。握手会内緒で教えてくれたメンバーさんいるんですか。まあ、それだけ事前に何も教えてもらえなくなったらおもろい。確かに。え、何も知らないよとか言って怖いなーマジで。みんなと同じタイミングで知るんでしょ、やだ。あこは今日はねお休みしちゃいます。なんと今日はお休みをしてしまいます。ごめんね、ごめんね、みんなごめんね。情報漏洩はバイトでもクビになる時代なので気をつけて。確かに。ママね、もう怒んないよ、そんなに言うて。配信でお歌からスケジュールを聞かせるメンバー実際ねえ怖いな。うん、マサル駅まで最寄りまでチャリで行くからマジで毎日自転車に乗っている。うん、なんか歌ってる妹が。何歌ってんの？そう、大丸行く前に撮影したロケはあの CM でした。オーディションの練習まだね7歳ですよ、うちの妹は。朝はね、そうテレビつける5ちゃんね、しかも5ちゃんテレビ朝日。いや、ママが歌ってんじゃない、妹が歌ってる。なんかだいたいジップか目覚ましかみたいな感じだけど、私はテレ朝グッドモーニング。昨日前座のマイクがトラブった時、あ、普通にソララのマイク借りようって思った。ねえねえ、私さ、女子のフリーがさ今日の夜中なのか昨日の夜中なのかね全然わかんなくて見れなかったの、もし昨日の夜中だとしたら。で、でもう
なんかツイッターで調べてたら、3人ぐらいしか放送してくれないらしくて、だからちょっとショックなんだったんですよ。悲しいと思って、はあって感じでした。そう、でも坂本花織さんが優勝したのはご存知です、ご存知ですっていうあれはおかしいな。昨日の前座久しぶりで嬉しかった、おはようおはよう。なんかちっちゃい子からの夢があって、そう、来週はキラさんが出るからめちゃめちゃ楽しみにしていて、めっちゃ楽しみだ。あ、朝はヒレステーキ、イエス、そう、めっちゃ楽しみ。はあ、めっちゃ楽しみだな。なんかフィギュアを生きがいに生きれる冬は、夏はねあんまり楽しみがないけれど、オリンピックやってた、オリンピック楽しみだけど、夏はあんまり楽しみがないけれど、え、ひなやさん、そう、いい夢見れちゃいました。見てないんだけど、夢は日本、私野球はルールが分からなくて、食べたら眠くなっ、ドライヤーして誰か、めっちゃ聞こえるね。ねえ、日本男子は、来週のフィギュア放送時間ツイートしてほしい、お願いします。日本の男子は去年のグランプリシリーズかな、ですごい目をつけてた、目をつけてたって言い方おかしいけど、すごい、あ、すごいなって思った三浦佳生くんが2位だったのはすごい嬉しくて、日本の男子もだいたい4回転を飛ぶ選手が多いので、成功したらやっぱり上位に行けるんじゃないかなって思いましたし、勝手に語るんですけど、やっぱロシア勢がいない分、表現とかそういう スケーティングの戦いになるんじゃないかなと思ってたら、あのガチの 4A とか飛んでくる人がいてびっくりしたんで、なんか新たなシーズンっていうか時代がまた次のショーに変わったなっていう感じですね。三浦佳生さんはなんかジャンプがものすごく軽くていいなって思いました。時間あれば NHK 杯を配信で語る、待って、やりたい。葵さんありがとう。マサラはトリプルサルコはできません。おはよう。いや、マサラスケート滑ることすらできない。ちなみに、え、かわいいこのコップ。マサラスケートできないからさ、MC で滑るのはいっぱいあるよ。ん？いってらっしゃい。うん。You、あ、ハウスインかわいい。いやー、気持ち悪い。うん。
じゃあ行きますよ。ほら、バイバイ。かわいい、今日ハーフツインにしてた。ハーフツインにしてなんかかわいいのつけてた。そうギューってして、次女がさ、え、それを見てさ、え、気持ち悪いみたいに言ってたからさ、してほしいのかなと思ってしてあげたら、やめてよ気持ち悪いって言われた。ねえ、次女にも優しくしてるよ。でも優しさが届かないの。天使のお出かけ。仕事行ってきます。行ってらっしゃい。今日こんな声ガラガラでさ、歌えるの？私は歌を。残念少女みたいな反抗期。うん、三女を寝かせてあげました。昨日は油物食べて円滑にしようと思って、ポテト行く前に食べていこうかなとか思ってます。三姉妹 AKB、 もうなんか、そしたらもう三姉妹入ったらいとことかも入れたい。いとことか私の友達も入れて身内 AKB にしちゃう。口パクするとさ、パフォーマンス落ちるんですよね、勢いが。だるまも入れちゃおうかな。サウナ整うみたいにポテチで潤うのじわじわ。おはよう。マサイ族公園。みんなマサオ、みんなマサオ公園。今日 VR かぶりつきでマサオを描きします。お願いします。家の周り走ったりしないですね。ちなみに来週はまゆお話し会。もうそんな時期か。てかもう10、え、今9月かと思ってた私。やばい、もう10月か。あ、今月、あ、今年もあと2ヶ月だとか思ってたら、あと1ヶ月じゃん。もうやばくない？
通に。立川で VR めっちゃ贅沢話し会何かしようとは思ってるけど、見て、もしさんありがとう。お話し会ツーショットお願いします。ポーズ考えといてね。まさりちゃんは赤坂駅を見つけた時、赤坂見っけとは言いません。お話し会今度初めて行きます。え、嬉しい嬉しい。そう、家にジムがあるんです。あと日曜日が9回。え、待って、なんか私が見たやつはあとクリスマ、金曜日が10回でクリスマスとか、あとはあとあのあと100日でクリスマスとか見たけど、もうそこまで来たんだ。ハロウィン、みずみんはコスプレグッズ探してる？作ればいいんだよそんなの。話し会抽選全敗。え？ないけどね、うち。うち、ジムなんてないです。抽選はお話し会が当たりました。話したいし、よかった。嬉しい。家が、あ、ジムです、ジム。家にジムなんてないか。間違えちゃった。デヘペロ。おはよう。やっぱポテトでのろを潤していこう。ジム、トレーニングジム。まさえちゃんは31に行ったらバニラはあんま頼まないですね。31に行ったら大体抹茶とかキャラメルリボンとかですね。でも31ってちょっとお高めなんで、自分のご褒美になるときに買いますね。私ああいうアイスよりのソフトクリームの方が好きで、マサル高級で雇ってください。いいよいいよ、いっぱいいっぱい使うよ。ポテトはモチベーションも上がる。そう、最高なの。おはよう。スーパーカップだよな。確か抽選はしたいけど当たらない方がいいのか。少し雨降ってきた。自分は冬に震えながら、いや冬のアイスがね一番美味しい。あの風呂上がりのアイスとかね。ポテトは飲み物。いやマジで、あの私食べるスピード早すぎて。マサのペットにしてください。何でも断る、お断りです。遊びに来たよ、ありがとう。朝からありがとう。さあ、アイさん秋からで、寒くなってからが本番。おはよう。確かに冬期間限定アイスは豪華。アイスはハーゲンダッツじゃなくて、アイスはなクッキーサンドとか食べるかも。あとはなんだろう、なかなか抽選当たらないけど、30日マユの際久しぶりに当選したからガッツポーズしてやったね。雪見大福はあんま食べないかも、まあ、あえて冬にガリチャレシーズン2。ガリチャレ結構きついんですよ、毎日食べんの寒いし。いいけんでも
米食べる速さ尋常じゃなかった。確かに私だって一人で2杯目おかわりしてたもん。アイスはピノが好き。いいね。私日本史あんまり分からなくて、三国志とか最強船内見てたら一瞬お供れしてマサイさんの声が響いたやばい、絶対さ、こんなさ、今こんな朝の最強船なんて私のこと知ってる友達が乗ってるかもしれないっていう朝巻くといいな。誰もやらないのやった方がインパクトあるんだね。やで、やってほしいってこと。よし、ありがとう。特製ハーゲンダッツがいっぱい。それはゆきたんより早く食べます。もう同じぐらいですかね。39,571 ポイント。これ20万ポイントって何がもらえるんですか。ちなみにブラックモンブランって何ですか。アイサカロリーゼロなのに太るか食べないようにしてるよしさん、ありがとう。ねえ、ギフトカタログって何？カタログって何？なんか私、カタログがあんま分かんなくて。え、頼めばもらえるってことですか？無料で？カタログから頼めばもらえ、商品を、え、何個選べるんですか？ 1 個？1個だけ？おはよう。悪魔のささやきめっちゃ美味しいらしい。あ、1個か。じゃあいいや自分で買うよ、頑張って。でも私目標があるから、それのために今貯金をしようと思っていて、その目標っていうか、小学生の頃からの夢があって、そのためにはお金を貯めようとしていて、1年に20万ぐらいは貯金できたらいいなって思ってます。ちなみに、そう、車を買いたいんですね。フィガロ、そう、フィガロ買うかわからないけど、小さい頃から自分の車を買いたいなって、自分のお金で、自分が貯めたお金で自分の車買いたいなって思っているから、毎年20万ぐらい貯金しようかなって思ってます。そう、とりあえず3年ぐらい貯めて、でも20万だと3年貯めても60万か。毎年千引きや、はあ、給料20万以上もありません今免許証がなくても車購入できるんだ。へえ、そう、普通に頑張る。だから車買って、 YouTube 始めようかな。車買ったら、車買って免許取ったら、まさ今言うのドライブ配信とか言って、みずみ北海道でしか運転できないらしい。こっち道が狭くて、しかも全然運転してないからペーパードライバーって言ってた。給料の金額は言わないです、言わないです。毎月20万はきつい、さすがに。大人でもきつすぎる。
選抜入ってメディア露出すれば、確かに、まあ、それが一番手っ取り早いし、私が卒業するまでには選抜には絶対入りたいって思ってます。なんかでも私あんま車に詳しいわけじゃないし、車に乗ってレインボーブリッジいいね。あ、やばいやばい、ライブランキングを読みます。13位小町さん、12位でんでんさん、11位、あ、11位マー君さん、10位和也さん、9位ケンさん、8位ケイブンさん、7位山正さん、6位青井さん、5位マシューさん、4位魚さん、3位冬木さん、2位スイカンタネさん、1位三国屋善次郎さん、ありがとうございます。写真集ってそんなにもらえるんだ。へえ。目かゆ。バイバイ、さよならクロール。お仕事頑張ってね、みんな。みんなお仕事頑張ろうね。えいえい、おお、私は今日は講演会始まり、1週間学校に行かなければならないので。頑張ります、学校。バイバイ。ビキニ写真集待ってます、いつの日か。劇場で会おう。劇場でね、今日会えるからね。頑張ります。頑張ります、ありがとう。